こんにちは。こんにちは。佐藤誠一チャンネルです。今日はフーガフーガの配信です。今回は私立川伊勢丹和恵と私浜松煙鉄百貨店安子、情報は秋元さん、はい、よろしくお願いします。はい、3人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。そろそろ、桜も、はい、なんかまあ咲いてるところもあれば散ってるところもあって、はい、北の方はまだまだこれからっていうところもあるでしょうしね。そうですよね。だんだんこう見頃が上に上がっていくっていう感じですよね。本当に春、いい季節です、ね。はい、だんだんあの春本番になってきてますから、はい、お洋服も軽いものが楽しめる季節に、ね、はい、そうですね、なってまいりましたね、はいはい、今日は、そういう時期のあのお洋服ご紹介していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、まずは安子さん今、はい、着てらっしゃるトップス、はい、私はこう前にボタンがあるので、うん、それを止めてプルオーバーのように着ています。ここがこうシャンブレーの生地でちょっとサラサラ、こっちも和紙でサラサラで、柄もすごくこう綺麗なんですよね。あ、そうですね、はい、こう ジャガードですかね、はい、で背中も半分ずつ、変わっていて、はい、そしてまた前後ろで長さも違ってちょっといろいろなところに工夫があって素敵なブラウスだと思います。そうですね、ブルーも綺麗ですものね。はい、あのブルーまた色が違うと全然違って見えますよね、はい、爽やかです。商品情報を秋元さんお願いいたします。はい、お伝えいたします。幾何学柄ニットストライプ切り替えシャンブレーブラウスです。はい、サイズはフリーサイズ、お色味が和江さんが着用されているのがブルーと、はい、あとグレーですね。グレー、これがグレーですね。失礼いたしました。これがブラウン、安子さん着用されています、はい、和江さんが持っていらっしゃるのがブラウンですね。フラマジックかと思いました。違う。はい、38,500円です。はい、この肘が曲がったりとかするところにニットがあるので、あ、本当ですね。そう、こういうところがすごく負担なく曲げられていいかなと思います、うんうん、で胸にポケットもあってちょっとした気遣いですよね。本当ですね、はい、これちょっとあのブラウスとニットのドッキングって、はい、今年のフーガフーガですごい多くないですか。あ、言われてみればそうです ね、 ねえ、ちょっとやっぱり他のブラウスとは違っていていいかなと思います、うん、私もジャケットかなって思うぐらいの感じ、ね、そうなんですよね。ですもんね。でもブラウスの振りなのでさすがフーガだなと思います、はい、これは便利に使っていけそうですよね、はい、でこうやって開けて切ると、はい、私も和江さんと同じでニットを着ています。ではこの、あ、素敵です ね、 ね、色はシックですけれど、うん、これから夏のちょっと渋めの大人な色な感じでいいかなと思います、うん、じゃあ私も脱ぎましょう。一緒に、はい、今日は安子さんとお色違いでご紹介しております、はい、ちょっと似た感じの色も入ってますけどやっぱり違いますね。あ、そうですね、白が入るとやっぱり爽やか。こうね、横のこうボーダーラインで白と、はい、安子さんの方はちょっとこうライトグレーがのボーダー。そうですね、そうでやっぱ紫とか入っててすごく綺麗な色です、うん、じゃあ紹介をお願いをいたします。はい、はい、紹介いたします。和紙ミックスニットプルオーバーです。はい、サイズはフリーサイズ、お色が安子さん着用がブラック、はい、ブラックですね。和江さん着用がブルー、はい、お手持ちのがベージュの3色展開です。お値段が 28,600円です。うん、私が161センチでこの着丈になりますね、はい、ウエストよりちょっと下で、ヒップも半分ぐらい隠れるところでしょうか、うん、はい、和江さんは、はい、私安子さんよりちょっと背が低くて151センチなんですが、はい、ありがとうございます。少し安子さんよりもこう腰にかかる感じでしょうか。うん、綺麗ですね。後ろが、まあ、あのヒップの中央から少し下ぐらいになりますかね。でやっぱり幅がしっかりと取ってある品物になりますので、うん、動きがあっていいですよね。こうフレアというかドレープというか、本当ですね、こうまとわりつく感じがないので、うん、これから来る夏に爽やかにお召しいただけるものかなと思います、うん、ブルーにグリーンも合うんじゃないですか。あ、
これにこれですね。ねえ、素敵じゃないですか。こんな感じも良さそうですよ。これもこれで楽しめますよね。はい、色も合いますね。お袖の長さは私でこのぐらい。肘が隠れる、はい、大事です女性、はい、お年頃ですので加瀬さんの方がやっぱりちょっと長くはなりますけれど、はい、これだけねあるとここも遊びがあって重ね着もいいですね、うん、そうですよね、その日の気温が、多分激しくなってくる季節にはね、季節が変わるか変わらないかの変わり目ですよね。そうですね、こういう着方、はい。でもこう安子さんのように、はい、本当に暑くなってきたらさらっと1枚でお召しになってくださると、はい、こう涼しげですよね、はい、首周りはどんな感じですか。今ちょっとマイク、ね、つけてるのなんですけど、はい、うん、ここが丸首、はい、丸首ですね。で鎖骨が見えないぐらいの感じになるので、うんうん、あ、そうですね、そう、なんか普通に T シャツを着ている感じのラインかなと、新品の T シャツってこのぐらいかなっていう感じですかね。でもやっぱりニットなのですごい触りも優しいし、ちょっとこう動いた時にふわふわする感じもいいのかなと思いますね、はい、そうですよね。あとこのニットの素材がすごくサラッとしてるんですけど、和紙を使ってますね。あ、得意技ですよね、はい、夏のおすすめの素材ですもんね、うん、だってこれからどんどん暑さだけじゃなくって湿度も高いじゃないですか。そうですよ ね、 ね、和紙サラサラしていいんですよ ね、 そうですね、本当にね、この後の気温も予想がつかないですからね。このぐらいサラサラのものが一つあったら絶対気持ちがいいですよね、うん、そう、深い指数が低くなっていいと思います。本当ですね、はい、日本の夏には里繊維の和紙ですね。その通りですね、名言ですね素敵、はい、はい、あと次パンツですね、うん、ちょうどこう、はい、色が合う感じで着させていただいておりますが、はい、はい、これもじゃあ秋元さんに商品情報をお願いいたします。お願いします。はい、お伝えいたします。ペンシルタッチランダムパターンジョッパーズパンツです。はい、サイズはフリーサイズ、お色が和江さんが着用が、はい、ダークブルー、ダークブルー、はい、やすこさんがブラックを着用いただいてます、はい、和江さんお持ちのがライトグレー、うん、はい、3色展開です。はい、ペンシルタッチなんですね、はい、この絵が描いてある感じがペンシルタッチなんですね、はい、そしてお値段が21,800円です、はい、うん、このパンツ、はい、立川伊勢丹では毎回人気なんですけど、はい、遠鉄百貨店でもこの素材は人気ですね、やっぱり、はい、この程よい張りがあってで柔らかい、そうですね、うん、であとこうストレッチテンションがかかるのが結構斜めにかかってくれるので動きやすいんですよね。なるほど、まあ、トップスなんかもこのシリーズではありますけどやっぱそういうのも着やすいんじゃないかなと思いますし、うん、パンツもジョッパーズっておっしゃったけどすごくちょうどいい角度だと思うんですよ。本当形が ね、 ね、はい、綺麗ですよ ね、 綺麗ですよね、動きやすいですよ、うん、なんかこういいと思います。そうそうなんですよね、やっぱウエストはゴムで中に紐が通っててという形でいつも通りですね、うん、いつも通りですよね、はい、やっぱこれ折り柄で色もちょっとこう入っていて、うん、単色で終わらないというちょっとポイントになって、うん、ね、そう、それぞれのお色でね、はい、ポイントカラーがあるんですよね。そうで、やっぱ動いた時に光沢が出るので、うん、それも素敵かなと思います、うん、黒もいいですよ、グレーもいいです、ブルーも素敵です。本当ね、どの色でも、はい、うん、なんか使えそうなパンツですよね、うん、はい、うん、これと同じ素材ですよね、この帽子は。はい、はい、じゃあ続いてお帽子を、はい、ご紹介いたします。では秋元さん、お帽子の商品紹介をお願いいたします。はい、お伝えいたします。ペンシルタッチランダムパターンフリルハットです。サイズはフリーサイズ、お色が風江さん着用がダークブルー、はい、持ちのがライトグレー、そしてブラックはポケットの中からすごく小さく、はい、これがブラックです。ブラックです。3色展開です。はい、17,600円です。うん、お箸が小さいので
全部こう隠れる感じになって夏いいですよね、うん、これね。そうですよね、はい、あの紫外線から肌を守れますね、はい、華奢な首もこの首筋がすごい守られていいと思います深くかぶっていただいてこうね深めに、はい、やわあの張りがあるんですけどやっぱりパンツと同様柔らかいので、うん、なんかこうバリバリした感じしないですよね。そうですね。でこれでちょっと深めにかぶれば顔も隠せるのでいいのかなこれ一番なんか私、ね、そういいなと思ったのここにこうニットがあるんですよね。だ汗が取れるしあすごくいいなと思って本当だ考えてるなと思ってあ本当ですね、はい、いいと思う。ここが一番接着面で汗かきますもんね。そうなんですよね。女性の場合ファンデーションがついたりとかいろいろあるけどこの部分だけこう洗うっていうこともできるのかなと思うのでうはい便利です。でさっきみたいにこう小さく畳んでポケットから出してましたもんね。そうです。しまって。あ、そうですね。この季節ね、本当いろんなところにあの季節柄旅行も楽しい時期ですからね。うんはい、お帽子もぜひあのお揃いともにね、お願いいたします。はい。はい、そしてお帽子の次はこれですね。靴下ですね。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、では商品情報をお願いいたします。はい、お伝えいたします。マーブル柄ソックスです。お色は失礼いたしました。サイズはワンサイズ。はい。お色が、お二人とも着用されてます。そうなんです。ね、見えてますか？やすこさんが着用されているのがベージュ。はい。で、かずえさんが着用されているのがちょっとあの柄は場所によってなんですか。そうなんです。ブラックなんですね。はい。ここがブラックですかね。あ、これブラック。あ、ここだ。こっちだ。あ、ベース。はい、違うものが見えてますね。はい。で、お持ちの色がブルー。はい。はい。されていくんですね。はい。ブルーか。うん。そうです。変化ですね。お値段が3万1000円。あ、失礼しました。お値段が3190円です。3万円でもいいですよって。そうですよね。綺麗ですよね。本当。はい。こうなんていうんですか。サイドね両サイドから見て全然違う柄ですね。柄とお色配色になってるんですよね。これすごい優しいんですよね。ピンクとかベージュとかが入っていて、でこれはやっぱりちょっとこうドレッシーな感じにも紫とか入って素敵だし、で、ね、和江さん履いてるのはちょっとこう赤とかイエローが入ってカジュアルな感じで、そうですね、これね、ここ手書きでねデザインされるということを社長が言ってました ね、 ねだったら私は聞きたい、昆虫なのか植物なのかでもマーブルって言うし、あ、そうですよね。そうえ、でもそれ面白さもありますよね。そうですね。はい、あの取り方によってそれぞれ自由に。はい。はい。こうハイゲージなので、まあ、薄手で、あの夏のお靴にもぴったりですよね。この靴下。そうですね。こんな夏のこうペタッとした感じのソックスでも、うん、ストッキング代わりに履いていただいて、うん、足首から柄を出して楽しむということができると思うので、うん、いいと思います。また和江さんが履いてるみたいなこういうカジュアルな感じのものにもバッチリ合いますし、うん、そうですよね、素材が素材なのでなんならオールシーズンって言ってもいいぐらいですもんね。本当ですね、はい、うん、じゃあそんなわけでまたポケットにしまいたいと思います、はい、今日は、はい、春のコーディネート、全身のコーディネートを、ご紹介いたしました。どうぞ。あ、はい、はいはい、本日紹介した商品はフーガフーガを取り扱っていただいている小売店または直営店にご相談ください。近くにお店がない方はクラス1とオフでご覧になってください。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。